富永ボンドのラジオボンドバ。こんばんは。ボンドを使って絵を描く画家の富永ボンドです。今週から新しいゲストさんをお迎えしております。演劇家の青柳達也さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、演劇家の方はもうかなり久々ですね。来られたのは、はい、楽しみにしております。はい、よろしくお願いします。はい、この番組は富永ボンドの作家活動テーマ、つなぐ接着するに基づき、さまざまな分野の話題をボンドでつなぐトーク番組です。せーの、アートに失敗はない。富永ボンドのラジオボンドバ。青柳さんが演劇の道を志すようになったきっかけについて、まずは教えていただけますか。はい、実は私はですね、アメリカの方に留学をしていまして、はい、演劇に出会ったのはアメリカなんですよ。アメリカで。はい、なので一番最初にお芝居やったのは英語なんです。あ、そうなんですね。まあ幼稚園 のお祝い会とか除いてですね。はい、もともと関心はあられたんですか、演劇に対して。いや、そうでもなくて、たまたまちょっと大学で教養科目の一つとして演劇入門っていう授業があったんで、それを取った時にですね、はい、なんか衝撃が走ってなんか自分がやってみたいことに出会ったみたいな感じになって、そっからですね、もうどんどん演劇にのめり込んでいくのが18歳の時です。はい、はあ、なんかアメリカに行った時に、うん、例えばなんかミュージカルとか、はいはいはい、演劇とかを見て、わ、これはやってみたいとかっていう、なんかそういう、まあ、そうですね、まあ、授業の中でもなんかそういうことを紹介してくれたりとかして、はい、大体まあ、僕は州立の大学に行ってたんですけども、まあ、大きめの大学だと演劇学科が大体どこにでもありまして、あるんですね。はい、割と日本よりはもっと一般的なんですね。はい、まあ、それで、まあ、そういう学校の中でも演劇を見たりとか、で割と本格的なプロダクションをやるので、そこで学んでる学生たちが、衣装も道具も作って、はい、先生方が演出をしてっていうような、キャストも学生でっていう。はい、先生、その周りにいた人たちは外人さんだったんですか。うん、そうですね、一番最初。まあ、はい、その中に日本人、そうそう、自分だけみたいな感じ。で、すごい最初やっぱり言語の壁があって、下手くそで、まあ、それでもやっぱり舞台に立ちたいという思いが強かったので、はい、まあ、何度もチャレンジして、しかも学科内 のやつでもですね、一応オーディションがあるんですよ。なるほど。はい、この劇やりますって言ってオーディションがあって、はいはい、それ通らないといけないので、うん、はい、最初の頃は全然舞台に上がることはできず。あ、はい、でもなんかセリフの勉強とかしてるうちに、なんか英語も一緒に覚えていくみたいな。そうなんですよ。そんなことありますね。英語の知識はかなり広がりましたね。あと口語表現っていうのがいろんなのがあったりするのも、うん、知れたりするので面白かったですね。はい、まあ、アメリカの演劇とあと日本の演劇ってやっぱりなんか違うんじゃないかなと思うんですけど、うん、はい、どんな違いがありますか。まずはですね、やはり古典とかを結構しっかりやる、文化があって、はい、まあ、それはシェイクスピアとかも含めてなんですけども、うん、はいはいはい、あとはクラシック作品ですね。アメリカにもたくさんの劇作家が、まあ、いるわけで、まあ、古くからいろいろ劇作家の作品をやったりとか、うん、そういうのをなんかかなりジャンルが 広くですね、はい、現代作家も含めて、やるようなところなので、なんかすごいバラエティに富んだものを、割と地方の大学でもできるんだっていうのはすごいなと思いました。うん、やはり日本の場合っていうのは地方にいるとそこまで多様な演劇作品に出会うことがないので、はい、
その辺の違いが大きいですね。なるほど、うん、僕の勝手なイメージなんですけど、うん、なんかすごい厳しいイメージがあって、演劇って、はい、あのもう何回も何回もやり直して、はい、もうできなかったら監督が台本バンってぶっなもうバンってぶち投げるみたいな、そういうこと日本で結構見る光景やと思うんですけど、はいはい、海外ってどうなんですか？いや、まあ、あの厳しい部分はもちろんありますけども、あのそんななんか日本のみたいに、まあ、日本は今かなりそれは変わってきてると思うんですけど、そうなんですね、はい、あの日本みたいな厳しさなかったかもしれないですね。ただ、まあ、やる人口とか、まあ、あの演劇を親しむ人口というのはかなり、まあ、日本に比にならないぐらい多いので、はい、やっぱその辺が成り立っているところでもありますかね。僕もニューヨークに行ったことはあるんですけど、うん、住んだわけじゃないので、うんうん、そのアメリカの生活っていうものってどんななんだろうって気になるんですけど、うん、その、生活していく上でなんか大変なこととか、うん、いや、楽しいことですか？実はですね、アメリカの方が僕は暮らしやすくて、あんまり人のことを考えずに住むっていうところで、僕もなんかすごい、あの楽で気楽だったんですよ。はい、なので、まあ、こだわり続けたんです、実はアメリカに住むことに、そしたら時が14年経ってたんですよ。14年ですか、はい、僕大学院といって向こうで仕事もしていたので、はい、なのでまあはい、そんな長い時間ですね。演劇のお仕事もされてたんですね。そうですね、演劇の指導する仕事をしてました。あ、はい、なるほど。あの、ちなみにアメリカのどちらですか？僕はですね、アラスカから始まりまして。アラスカ、はい、まさかのアラスカ、はい、まあ、カリフォルニア、ワシントン州にも住みました、はい、それで東に飛んでって、今度はメリーランド州っていうところに行きまして、うん、そこからワシントン DC、 そしてマサチューセッツと行きましてですね、結構転々とされてるんですね、はい、西から東へ移動していきました。どこが一番おすすめですか？まあそうですね、まあ、住むなら文化的に言うとやっぱりワシントン DC とかは面白いですね、うん、やっぱり首都ですから、で、あの博物館とかあの美術館が全部無料であるっていうのがあって、すごい作品が揃ってたりする。はいはいはい、無料なんですね、はい、国営のやつは無料だったりするんですよ。次ワシントン行ってみたいですね、はい、うん、まあ、あの演劇というものなんですが、うん、まあ、そのやったことがある人ってそんなに多くないんじゃないかなって思うんですよ。見る人は多いでしょうけどね、はい、でその演劇をされてある側の人として、うんうん、まあ、どんな魅力があると感じていらっしゃいますか？はい、まあ、私は演劇に出会って救われたと思っているので、やっぱり自分はちょっと、まあ、思春期を迎えた時に恥ずかしがり屋だったり表現が下手だったり、まあ、コミュニケーションがなかなか取れないっていうことがありまして、それを演劇で変えていったんですね、うん、で、あの演劇やる時っていうのは、あの、まあ、もちろん演者が一緒にいるにしても結局自分しか頼るものがないっていうことになるので、はい、そうなるとこう何かができた時に自信につながっていくんですよね。ああ、自信、はい、で相手に何かが伝わったとか、喜んでもらえたとか、そういうことで、あのどんどん、まあ、自分を認めていくようになったっていうところがあるので、私はそういう面ではすごく演劇、まあ、演じることに対してですね、うん、あの、まあ、自分を変えることができたので、あのすごく魅力に感じているところありますね。演じることによって変わっていったっていう、うん、その演じるものっていうのは自分がなりたい像だったり、うん、自分にないものだったり、そういうものですかね。はい、あの、まあ、あと何でしょうね、あの演劇のその演技の手法としてですね、はい、あのもし私が何だったらっていうふうに考えるんですね。でその状況に当てはめてみて、はい、その時に自分はどう表現するんだろうとか、どんなリアクションを取るだろうとか、そういうことをやっていくんですけども、その辺のなんですよね、想像力とかなんか違う体験ができることっていうのはすごく面白いですね。なんか自分のことを改めて見直すじゃないですけど、うんうん、意外と人って自分のこと分かっていないような気がしてて、そうですね、あの、うん、人からあの思われてる自分も多分いろんな自分がおるんやろうし、うんうん、例えば僕富永ボンドって本名じゃないんですけど、はいはい、あの本名の自分と、はい、あと仕事してる時の自分と、アーティストの時の自分と、うん、家族と一緒にいる時の自分と、うん、
子供の父親の自分とってなんか使い分けているような気もするんですよね、はい、でもそれって全部自分じゃないですか。でも演じてるって言われたらなんか演じてるような気もしてて、はい、いやここでこれ出しちゃいけないなとか、なんかあここではこういう像でいないといけないなとかっていうのを、はい、だからもうでもそれを全く全然違う人を演じる、その人になりきるっていうのが僕はすごいなって思うんですよね。なるほど。まあ、あのボンドさん言われてるように演じるっていうのは実は身近なものであって、はい、皆さん演じてるんですよね。演じてるんですね。なんでそれは延長線上にあるものだと思ってもらっていいなと思うし、まあ、僕は基本的にはあのその人になりきるということはできないと思っているので、できないんですね、はい、必ずその自分がいて、そしてその状況とか、その人に当てはめてみての表現なので完全になり変わることはできないというふうに考えていますね。そうですよね、うん、まあ、どこかに自分はありながら、なるほど、ちょっと深いですね、はい、そろそろお時間なので、はい、最後に青柳さんの情報がわかる SNS などをご紹介ください。はい、私はですね、あの Facebook とかですね、演劇家青柳達也でやっておりますし、またホームページがございます、青柳ですね、 AOYAGI ハイフン演劇 ENGEKI.com ですね、青柳演劇 .com というホームページがありますので、はいはい、そこを見ていただくといろいろ出演情報とか載っております。はい、皆さんぜひ青柳達也さんで検索をしてみてください。はい、青柳さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。富永ボンドのラジオボンドバ、いよいよ聖火リレーが始まりますね、3月からでございますけれども、今この番組を収録しているのが2月3日、この時点では聖火リレーはあることになってます。聖火リレー の、あのオフィシャルの公式のチームからですね連絡が来ておりますので、行われるんだろうなと思ってちょっとドキドキしてるんですけども、私5月の10日月曜日走行予定で、場所は佐賀県多久市です。で、多久市もどこからどこまでっていうね区間まだ決まっていなくて、まあ、これから連絡が来るかなと思うんですが、いやちょっとね楽しみなんですよね。本当に1年延期で、ドキドキしているんですけども、まあでもまだどんなか分かんない。しかもね人が集まっちゃいけないとかなったら無観客リレーとかなるかもしれないしですね、あの聖火トーチをね渡すんですよ。渡すタイミングがリレーなんで渡すタイミングがあるんですけど、その時ももしかしたらなんかソーシャルディスタンスとかつってねちょっと間隔を当てて、台座に置いてとかっていう風になるのかもしれない。これわかんないんですけどね、どういう風になることやら、ドキドキしているんですが、まあ、皆さんもね聖火リレーオリンピック楽しみにされてある方も多いと思います。5月10日私走る予定なので、よかったらあの情報をチェックしておいていただけるとすごくありがたいです。また番組を通してご報告させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。 NBC ラジオ佐賀のウェブサイトメッセージフォームからお送りください。皆様からのたくさんのメッセージをお待ちしております。来週も青柳達也さんにお越しいただきまして、青柳さんが携わる主な活動内容についてですね、詳しく伺っていきたいと思っております。はい、青柳さん来週もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。せーの、アートに失敗はない。ナビゲーターは木工用ボンドを使って絵を描く画家富永ボンドでした。中身は大人行動。